ジャパン・オータム・インターナショナル・ロン論人・将大38回ジャパンカップは、2018年11月25日に、東京競馬場で行われた競馬の競争である。アーモンド・アイが、当時の芝の2400メートルの世界レコードを大きく上回るタイムでの優勝を成し遂げた。中央競馬からは、この年の秋荷賞を制し、頻馬三冠を成し遂げ、頻馬路線のエリザベス女王杯を見送り小場との、 初対決となったアーモンドアイ。同年の大阪杯を制し、同条件の東京優勝で2着の実績のスワーブ・リチャード、2016年の菊花賞、有馬記念を優勝し、前総京都大賞展で久々の勝利を挙げた、里のダイヤモンド、2017年菊花賞の勝馬奇跡、二千十七年のジャパンカップ勝馬、シュバルグラムなど、重賞優勝が九頭。 GIU 勝馬6頭が参戦した。地方競馬からは、北海道競馬所属で、トモエ賞4着の実績がある、ハッピーグリーンが2009年コスモバルク以来9年ぶりとなる参戦。海外からは、アイルランドから、アイリッシュダービーとイギリスのセントレジャーステークスのカチウマカプリ。イギリスからは、前走カナディアンインターナショナル2着のサンダリングブルーが参戦した。 2018年11月25日第5回、東京競馬第8日目第11競争天気、晴れ、馬場状態、量、発送時刻、15時40分世界レコードを示す。ロンジンの時計前頭五分のスタートの中、奇跡が花を切りと三場審査で逃げ。第1コーナーでは2番手に、ノーブルマーズ、インコースに3番手、アーモンドアイ、スワーブリチャードが4番手で、 里のダイヤモンドは中段のやや後ろで向こう正面に入った。1000メートル通過は59秒9と平均的なペースとなり、第3コーナーに入っても奇跡は後ろと3馬審査を保って逃げ、後続では里のダイヤモンド、サウンズ・オブ・アースなど多数の馬が仕掛け始めた。第4コーナーに入り、残り600メートルになり、戦闘奇跡が仕掛け始め、 2番手にいたアーモンドアイは、残り400メートルまで騎手が手綱を持ったまま楽な手応えで坂を上がり、残り200メートルで逃げる奇跡を捉え先頭に立つと、後続との差をさらに広げそのままゴールした。勝ちタイムは2005年のアルカセットが記録した芝2400メートルの JRA レコードでもあるに、22.1を1.5秒更新する、レースレコード、6着の里のダイヤモンドまでが、 アルカセットの記録を上回った。で、1999年にアルゼンチンのアシデロが記録した2、21.98を更新する芝2400メートルの世界レコード。世界レコードは公式では記録されていない。でもあった。本レースのテレビラジオ放送の実況担当者、ありがとうございます。